ございます。 NTA 補助補助、50歳のモナタリカです。前回の YouTube についてまた今月も一月ちょっと経った、動画撮りになります。はい、今日はですね、まずそうですね、ムーディーの冒頭は、リカのファッションチェックです。はい、だいたいいつもと変わらずな感じのこのピラピラのがついているスカートですね。多分座っているからですね、この短さだと思います。まあ、普通にマイクロミニスカートです。マイクロミニスカートを普通というふうに言っている時点で私は普通じゃないのかもしれませんけれども、私にとってみればマイクロミニスカートは普通のミニスカートです。いつもまあでもまちまちですね、自撮りのムービーなんですけれども、今の窓開けて網戸の状態ですね。目の前が道路なもんですから、こんな感じで、今映り込んだと思うんですけども、ちょうどこの時間ですとまだ通勤というか、抜け道みたいな感じの細い道なんですけれども、車の通りとか、人の通りとか頻繁なので、ちょいちょい今こう撮影中に目線をちょっとそれてると思うんですけども、目の前にですね姿見を置いてるんですね。なのでちょうど姿見越しで見るとちょうど人の通りとかがよく見えて、ずいぶん前にですねこうやってこういう風に撮ってる状況なので、パッと見何してるっていう格好なんですね。それが外から見下ろせちゃうようなお部屋なんで、目が合っちゃったりするんですけれどもはい、今日のおしゃべりはですね失礼しました。前回の先月、今アルバイトでお世話になっている、お仕事先、ココラインっていう、ところなんですけれども、そこで そのアドバイザーとしてのお仕事をしてまして、成績的に3本の指に入りますよきっとなんていうことをお伝えしてると思うんですけれども、蓋を開けるとですね、ナンバー2になってました。はい、ありがとうございます。皆さんからの信頼を得て、ご相談をたくさんいただいて、私が行うプロファイリングですね、それに対して耳を傾けていただいて、心を傾いて向けていただいて、積み重なった、実績だと思いますので本当に感謝しております。ありがとうございます。でおまけにですね、その実績というか成績というか、それを1時間ベースの収益ベースですね、ということで換算するとですね、なんとナンバーワンになってましたありがとうございます。前回の YouTube ムービーの締めのお話からちょっと続くような感じになるんですけれども、MTF 自己女性化症候群とか自己、女性化愛好症候群とか、要は男性ですけれども別に心も、女性だっていうことは言わずとも、しかしながら、その男性である自らを、肯定できない、認められない、受け入れられない、拒絶拒否のスタンスから、女性化を目指す、それは見栄えとか、
外見、いわゆるその柄だけじゃなくって、その女性的な、概念だったり思想だったり、生活習慣だったり、そういったものを含めて女性化を目指す、人たちが MTF、メルトゥーフィメール、なんですけれども、そんな人たちが実際社会に出ると、偏ったやはり扱いにさらされて、偏ったお仕事をしか与えられない、こなすことができない、状況はやっぱり昔から変わってないんですね。ですので、踊ったり歌ったり、あるいはおバカをやったり、お下劣お下品をやらざるを得ない、そうやってでもう生活をしていく、生きていくことしかできないという 境遇の方が多い中で、普通の仕事でも、まかり通りますよ、貫くことが大事ですよ、いつかそれは必ず実るものですよ、なんてことをずっと YouTube で訴え続けてきてるかと思うんですけれども、瞬間風速だとは思うんですけどもね、一過性なんていうふうに、辛辣に言われちゃったら、返す言葉は今のところまだないんですけれども、それでも、こういった成果を、男の人、女の人、その中に対等に同じように肩を並べて、仕事をして、それでも得られる、成果を、作ることができた証を、示すことができましたので、皆さんも自信を持ってくださいよと、そういう人がいるんですよということを、皆さんも出汁に使っていただいていいですよということをお伝えしていると思うんですけど、まさにその通りなことになりました。事後報告という形になっているんですけれども、今日はそんなムービーのお話がほとんどになってしまいましたね。あともうちょっとでも10分になっちゃいますので、実は今日お話をしようと思っていた内容はここじゃないんですよ。メインはですね、これも実は前説的なところで、半分以上は実は今日お話ししたい内容というのがありまして、声の高さ、ということをちょっとお伝えしたかったんですね。私が今働いている環境は、男女比率から言うと、女性の方が若干多いんですよ。で、3年ぐらい前に47歳に、ヨガトリカの YouTube を撮っている時は、ほぼほぼ100%、男性をお相手にしたお仕事で、エステティシャン?よく分かってないんですけれども、アロマセラピスト的なところでオイルエステを、施術を行ってましたね。その時の実は YouTube を、この間、先日コメントをくださった方がいらっしゃったので、改めて47歳のラトリカ YouTube ムービーをちょっと見てみたんですけども、やっぱり環境、生活習慣だと思うんですけども、男性の方ばかりずっとお相手にしてると、キーが高いですね。はい、YouTube 高かったです。ごめんなさい。今こうしてむせるのもですね、きっと最近出してないから、ちょっとむせ気味だと思うんですけども、47歳村田理香の頃は、男性の方はお相手で、自然とやっぱりキーは上がっていくんですね。で、今の女性が結構多い職場の中なので、女性同士のお話をするときって、なぜかキーが下がるんですね。なんででしょうね。可愛こぶっちゃうっていう言葉があると思うんですけども、可愛こぶる必要性がそこにないからとは思うんですけども、にしても最近はそういう環境の中で、
どっぷりと使ってしまうと、喋る声が低いですよと、いうことで、環境に、甘えないで、あぐらをかかないように、皆さんの気は引き締めましょうということを我が身をもって知りましたので、皆さんにも気をつけてくださいねっていう、大きなお世話をお伝えしようと思っておりました。それだけです今日、全く全然関係ありませんけれども、瞬間的に一瞬マヤミキさんかなと思えるようなうつりになるのは気のせいですね。はい、ごめんなさい。はい、ということで、今日のおしゃべりは、こんな感じです。また、時間を設けて、お部屋自撮りしたいと思います。エンディングトークです。MTF 熟女、50歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。